ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコース行ってみよう。1ページ目ほとんど終わったけんな。2ページ目行こう。マリオランドスーパーボールシューター2。あ、これこのサムネイル私見た覚えがすごくある。あれ1やったってことかな。A sequel to my popular Super Bowl level。 あれなんて読む？ W/A ピンポンボスプラス A ミュージカルエンド。ミュージカル。マリオランドスーパーボールシューター2。謎解きギミック系。ちょっと待って。全然違う。こっちこっち。あれってか。なんだ、ただのコインか。ただのコインか。はい、オッケー。ということで進みます。ほっ。いけ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 い。オッケー。あ、このハテナブロックにはぶつけなくても大丈夫なの。ぶつけたところで何もないの。何にもないんすか。あれ？ちょ、待って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 。え、ここさ、ブロックがあって何もできんくない？あー、なるほど。踏みつければいいのね。これで、ここが。はい、オッケー、ピンポーン。はい、これで茎が伸びてくる。これか？違う。ここから出てきよんか。あ、鍵がいるよ、鍵が。これは、あれか。あ、この間に入れんといかんわけやね。あの、ドッスン。ドッスンが通り過ぎた、ここだ。違う。あ、でもそれでもいけるか。やったー、鍵ゲットー。イェーイ。なんかめっちゃ吊るされてる、私。これは一体どこへ行けば。揺れて。やったー。鍵の元一個ゲットで、こっちもゲット。そしては、あれ、あと二つは、鍵、あと二つじゃない、あと三つは、お、爆発。はい、オッケー。んで、あ、あった。やったー！直接ゲットなわけやね、これは。ちょ。あれ？登れないのかしら。あ、登れた。登れないとかいうことないか。ワンナップかー。いや、別にいいんだけどね。いいんだけども、ね。はい、オッケー。これで、ここにも行ける。よいしょ、オッケー。で、ここに鍵。あ、で、10コイン。あれ？あ、そこの鍵。あ、なるほど。そういう風に取るんや。そういう感じで取るんや。初めて知った。え、ちょっと、あの、なんだ。送れないんですけど。あっこの10コインが取れない。あ、中間。ここから、あ、ダメやね、これ。パワーが押せない。え、これは？下か？先に下をやっておいて、え、ちょっと待って、あ、オンオフスイッチ。あ、で、ちょっと待って。これ、あ、間違えた。はい、打って、いけた？え、なに？なに？なんか P スイッチ押したよね。あ、これか。はい、ピンポン。そして、次にこっち行って、で？あー、こっち、はい。ちょっと待って。はい。あ、違う。はい。あ、ミスった。はい。OK。ボム兵行ったね。これで？あ、バネ落ちてきた。あ、これで上に。さっきここのバッグもね、消えたし。で、次は、あそこか。は。
あ、間違えた。はい。これで。OK。で、これ消して、そっちに行けると。で、こっち行って、え、でもそこ、え？あ、これをやっといての、こう。ん？もう大丈夫なのかな？こっち側も必要よね。ってことは、ここまた赤くして、はい。OK、いた。なんか、鶴が伸びよる音が聞こえるよ。どこかしらから。どこかしらから。これ、あ、間違えた。当てて、当て、ちょっとタイミングがわからん。当てて、はい、いたで、私は一体、ここ消えるんやない？あ、消えんのか。止まるんか。なるほどね。え、ここは一体。助けてーちょっと待って。ちょっと待って。こことりあえず消しとくやろ。で、ここは多分赤の方にしとくよ。で、あ、ピンポン、ありがとう。違う。あ、これで、あ、消えた。ちょっと待って。あ、タイミングが。はい、これで、あ、はい、はい。あー、届いてない。届いてない。難しくない？一発で入ってくれたりとかしたらいいんやけどさ。全然入っていかねえ。いけ！どや、どや、どや。あー、いや、全然いかんねえ。全然いかんねえ。はい。あー、待って、時間が、やばい。あ、ちょっと待って、はい、はい。うっし、いった。はい、爆発、爆発、爆発。バネ落ちてきた。で、ここ。はい、ジャンプ。え、これは、どこへ行くんやろ。あ、これで。はい。あ、違う。あ、すごい。はい、ピンポーン。あ、で、これを登っていく。はい。ゴールじゃない？え、中間。ちょい、マジか。え、これ、なんだ、どこ行くんだ？あ、あの鍵を取るのか。え、ってことは、最初に。やった、鍵ゲット！はい、おいで。え、どこだ。こっからか。はい、鍵。ゴール？違う！ボス！マジで。どこ？ボス、どこ？あ、とりあえず。はい。ん？今のダメやったん？ブブー。何がブブーなのかが、え、ちょっと待って、私どこに。待って！何がどうなった？よし、行くぜ。これは何をどうすればいいのかな？こうせんといかんってことか。多分きっと、おそらく。これでいいってことやろ？多分、ボム兵たちを爆発させたらいかんのよ。きっと。いや、あれに跳ね返されちゃいかんってことやね。鍵ゲット。やったー！イエーイ！鍵持ってた。鍵持ってた。これで、ラーン！もうゴールまで。なんかちょっと中華風の音楽流れ出した。あ、そういえば最後ミュージカルがどうのこうのって書いとったね。え、すごい。いいね。こうやってただただひたすら走るだけなら、私でもちゃんと演奏ができる。イエイ。ふぅー、ゴールー。あ、ちゃんと横、マリオっぽくなっとる。コースクリアー。いいね。結構かかったな。
はい、それじゃあ、任天堂 BGM クイズショー、ゲームミュージッククイズ。何あれ、キノピオやん。任天堂シリーズの音楽当てゲーム、流れてくる曲がどの作品の BGM か答えてね。任天堂ゲームミュージッククイズ、グッドラック。わからんような気がする、大丈夫かしら。任天堂 BGM クイズショー、ゲームミュージッククイズ、クイズ。クイズ。ゴーゴーゴー。どんな感じなんやろ。わかる？それは。マリオ。すごい。あ、片方はゼルダで、片方はポケモンやったね。はい、次。二問目。あ、これ私多分カービィのコースで聞いた。やったー！中間。このマリオメーカーの中でカービィのコースで聞いた。あ、ポケモンやポケモン。はい、3問目はポケモン。真ん中何？なんて書いてんやろ。W かな？ワリオ？あ、あっちスプラトゥーンやね。はい、ポケモンで。イエーイ。正解。すごいね、なんか仕組みが。はい、第4問。ゼルダや、ゼルダ。はい。あの左側は、何やったっけ？サムス。サムス。何の作品やった？忘れたけど。はい、5問目。何？え？何やろ？え、これ左側ドンキーよね。ドンキーっぽくはない。え、でもスプラトゥーンそんな音楽ある？わからん。スプラ。あ、やった！正解や。ここはすごく当てずっぽうやった。おう。おう、クリ、クリ？ん？なんて書いてた今。ちょっと見えんかった。グレイトって書いてたのかな。イエーイ。いいね。ちょっといまいち、曲が、私自身がわからんかったりするのはあったりとかしたけど、でも、すごい。すごい。はい、そして、照らして進んで真っ暗遺跡、スタンダードギミック系。照らして進んで真っ暗遺跡。スタンダードギミック。暗いコースか、苦手だな。速攻で落ちそう。ちょっと待って。これは？ここ？おー、なんかすげー照らされたし、上に10コインやるのが見えた。もう一回。今のうちに。あ、こうやって。定期的に照らしながら進んでいくと怖い。はい、こっちね。はい、中間。中間早いね。あれは木なんかな？あ、ね、今木の、落ちた。落ちた。ん？これは、コイン。コイン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 。そして照らしまくる。あー、お、あっぶの。でもめちゃくちゃ定期的に照らせるところがあるけん、なんかすごい助かるね。はい、コイン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 。いいね。どんだけ出るねー。あ、危ないって言おうと思ったけど、ぶつかった普通に。はい、コイン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 。あ、びっくりした。炎落ちてったんかと思った。ここキノコやね、きっと。定期的にキノコもある。助かるー。あ、取り切れてない。まあ、いっか。ま、いっか。あっという間にゴールしそうじゃない？あ、え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと焦った。あ、ファイヤー。この先ファイヤーが必要なの。あ、これ炎で照らせるやん。なるほどね。そ
そういう照らし方もあるのね。びっくりした。通り抜けてくるかと思ったよ、一瞬。えい。上とか。あああ暗い。そして第二の中間。はい、キノコ。さささささよっ。こ、ワンナー。よっ。は、危ない。てい。あ、待って。ちょっとこの辺押せんやん。あ、上から?あ、待って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 。どうやって登るのこれ。は、あ、上がれた。ワンナーアップ取れないけど。あ、めっちゃワンナップあるやん。全然取ってないけど。で、一番上から。やったー!イェーイ!あ、最後の最後も照らされるんやね。中に入ったら。ちょっと焦った、最後。全然明かりともせんやんって思った。いいね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか思いつくのもすごいし、あのクイズとかは、なんてやろ。ブロックで、スプラトゥーンだとか、ゼルダだとか、ポケモンだとか、表現しとるのも、すごいよね。